福島地方検察庁は福島県福島市にある日本の地方検察庁の一つで福島県を管轄している。略称は福島地検。相馬、郡山、白川、会津若松、岩木に支部を置いている。ただし相馬支部は本庁内で業務を行っている。二0 1年三月十一日の東北地方、太平洋沖地震の直後、窃盗や 強制わいせつなどの容疑で逮捕、送検されていた被疑者十数人を同治県が釈放していたことが判明した。釈放の理由として、小池隆二自席検事は、震災で警察官が足りなくなり、参考人聴取など、容疑の裏付け捜査が困難になる上、容疑者への食事の提供も十分できなくなると判断したと述べている。 釈放にあたっては治安に影響がないよう配慮したとしているが、被疑者の人権擁護のため被災者の人権を犠牲にしたとして大きな非難を呼んだ。また、市民に不安を与えたくないと罪名や人数を明らかにしなかったことが人々の疑心暗鬼を生み、無関係者への人権侵害を書き立てた可能性も指摘されている。同震災では被災地における犯罪が頻出しており、 被災者たちは困難な状況下で自警団を結成するなどしている。中野関西国家公安委員長も検察に対して苦言を呈しているが、福島地検からは何の釈明もない。その後4月2日、釈放された被疑者の一人が建造物侵入容疑で福島県警に現行犯逮捕された。この件に対し、江田札基法省が5日、 釈放の判断が適切だったかどうかに大きな疑問がつくと述べた。最高検察庁でもうやむやなまま捜査が終了してはいけない。治安維持のためにも適切な処分を早急に出す必要があるとしている。なおその後の翌5月16日に同地県トップの県事制に対して事実上の更迭となる人事が行われた。ありがとうございます。